どうも、高島ニャックです。よろしくお願いします。わら、好き好き。今回はですね、過去のテレビ欄を見ながら、昔のお笑い番組を振り返ってみようというのをやってみたいと思います。1990年1月1日の、テレビ欄を用意いたしました。過去にどのようなお笑い番組やってたのか、この時代はどんなお笑い芸人さんがどんなお笑い番組やってたのかというのをですね、テレビ局一曲一曲をですね、細かく見ていきたいと思います。お楽しみください。はい、それではまずですね、日付が変わった深夜時間帯を見ていきたいと思います。1999年1月1日なので、まあ、深夜帯と言いましたら、まずはこちらは1989年の12月31日の、テレビ欄になりますね。その深夜から見ていきたいと思います。まずは NHK ですね。はい。深夜帯なので日付変わった0時。この時間ですね。まあ、11時45分に、ゆく年来る年があって、このゆく年来る年で新年を迎えるわけなんですけども、まあ、お笑い番組ではないですね。で、こう見ていきましても、特にお笑い番組はやっていないというですね。NHK はまず深夜帯はやってないと。そして、こちらが NHK 教育テレビ3チャンネルですね。当時は懐かしい。こちらも、やってないですね。特にカウントダウンの番組もなくですね、劇場中継ハムレットを、マイペースに、オンエアしているというですね、レアチーズっていうキャラがいるんですね。初めて知りましたけども、はい。そして、日本テレビ行きたいと思います。日本テレビは、こちらはやってそうですね。こちらかな、11時45分、ゆく年来る年日本列島空から初詣って、これはお笑い番組に一応入りますかね。はい、ミスターマリック超魔術ということでですね、もう多分この1989年頃はですね、ミスターマリックさんが、テレビを席巻している時代だと思うんですね。マジックブーム、ハンドパワーっていうのをですね、すごく流行ったのがかすかに覚えております。1988年頃からね、テレビ界に進出されて一気に大ブレイクしたそうですね。はい、でもね、これ特に、ネットとか調べても、このね、日本列島空から初詣は特に情報がなかったんでね、他の、出演者もしくその芸人さんとか誰が出演してるのかっていうのはちょっとね、情報がつかめなかったんですけども、まあ一応お笑い番組のカテゴリーに入れさせていただきたいと思いますね。はい。そして、そのまま下行きましょう。こちら、1時35分から不眠不休の、デスマッチ5時間10分笑えますかという、これね、ダウンタウン他って書いてあるんで、これはもう完全なるお笑い番組ですね。新年明けてすぐのバラエティ番組だから、今で言うと面白そうとか放送してる時間帯ですね。年明け日本テレビ。はい。これね、調べましたら情報出てきまして、ダウンタウンさんの他に、高田純次さん、 B21 スペシャルさん、ピンクの電話さん、ハイヒールさん、久本雅美さん、松本明子さん、ダチョウクラブさんなどが出演してる、もうもろお笑い番組ですね。で、どんな内容かはね、よくわかんなかったんですけど、野球犬とか、やっていたそうですね。いわゆるお笑い第三世代という、方々ですね。ダウンタウンさんとか、B21 さん、ピンクの電話さんとか、まあ、ハイヒールさんとかもそうですね。関西ですけども、東京にいらっしゃったりしてたんですかね。あと、まあ、ダチョウクラブさんもそうですね。松本明子さんはね、アイドルですけれども。でも、もうこの頃はもうバラエティ番組進出してたんですかね。もともとアイドルですからね。オス、メス、キスとかね、タイトルのレコード出したりしてましたけどもね。コミックソングじゃないですからね。本当にアイドルでしたから。ちなみにダウンタウンさんね、もうこの31日の年末だけでね、めちゃくちゃテレビ番組出てるんですよ。まずね、この、まあ、31日の話になっちゃいますけど、これ夕方のね、日本テレビの番組、緊急 UFO 現地取材特報、ビートたけし対矢尾純一っていうね、まあ、当時多かったんですよね。こういう未確認飛行物体とか、こういう怪奇映像みたいな、その番組にダウンタウンさん出てますし、あと、フジテレビ、笑っていいとこのですね、年忘れ特大号も、こちらもね、出演してます。当時ね、ダウンタウンさんレギュラーだったんですかね、出てまして、で、この、31日のゴールデン帯の特番、タケちゃんの笑って逃げ切る大晦日テレビバラエティ30年史、ここにもね、
ダウンタウンさんの名前書いてあります。もうダウンタウンさん年末だけでも 1,2,3,4 つ出てるんですね。もうダウンタウンさんはね、1989年といえば、9月28日にあの大阪の伝説の番組のね、あの4時ですようだ、永久保存版スペシャル、明日に向かって笑えを最後にですね、東京へ進出してこられた年なんですけども、ちょうどガキの使いやら辺でも、1989年ですかね、始まった年が、もうダウンタウンさんがいよいよ東京に本格進出して、怒涛の快進撃を開始した年でもありますね。はい。じゃあ続いて、TBS 見ていきましょうか。TBS は、いっちゃえ89、サザンで90、サザンオールスターズさんの、ライブでカウントダウンですね、これ。で、アラスカ物語、北尾路欣也さん、まあ、映画流してって、やってないですね。TBS さんは、年明けすぐにお笑い番組はやってないという。じゃあ次、フジテレビ行きましょう。まあ、フジテレビはやってると思いますよ、たくさん。で、意外だったんですけどね、フジテレビさんは、バラエティ番組で豪勢に年を明けるのかなと思いきやですね、やっぱりいつみと猫が好きというですね、これはあの三谷幸喜さんのシチュエーションコメディのドラマ、やっぱり猫が好きの特別版ですね、あのいつみ正隆さんのことだと思いますの、いつみさんとやっぱり猫が好きのコラボの特別版ドラマ、これで、年またぎしてるんですね。まあ、まあお笑い番組のカテゴリーに入るものではありますけど、なんかドラマっていうのが意外でしたね。あの5、4、3とかバラエティで盛大にねカウントダウンするかと思うけど、普通にドラマがのオンエア中に、年が明けるパターンというですね。いつみ正隆さんも、あの、フジテレビのアナウンサーさんですけれども、もうバラエティでものすごく人気があって、いろんなフジテレビの人気ドラマとかにもね、出演されたりとかしてたんですけど、この、年の1年前ですかね、1988年頃にフジテレビ円満退社して、で、フリーアナウンサーとして、さらにいろんな番組、ね、フジテレビ以外も出だした年なんでね、いつみさんもある種、もう快進撃の年ではありますよね。で、続いてが、テレビ朝日なんですけども、機動刑事ジバン懐かしいな。これね、特撮番組なんですけどね。僕が当時4歳ですから、一番最初に見た特撮ヒーロー番組ですかね。年忘れバイオロン退治ということで。バイオロンっていうのは、ジバンの敵なんですけどね、悪の軍団で。ね、あの、ジバンにはね、もう年末年始の休みもないっていうことですね。もう年中無休でね、悪と戦わなきゃいけないっていうね、もう、ヒーローのね、苦悩を物語るようなね、タイトルですけれども。まあ、それはいいとして、今回お笑いの話ですからね。テレビ朝日の年明けの深夜帯、ここからですね。朝、年越し生テレビスペシャルということで、討論番組ですね。朝まで生テレビ、ね、テレビ朝日の名物番組で、司会田原総一郎さん。これお笑い番組じゃないですね。テレビ朝日は、お笑い番組、深夜帯はやってなかったという。で、隣ですね、テレビ東京。行ってみましょう。テレビ東京はですね、どの番組だ、ゆく年来る年、ガラコンサート。これは、なんだろうな、歌謡曲とかですかね。これお笑い番組じゃないですね。で、それ以降も、お笑い番組やってないですね。社長挨拶っていうのは気になりますね。テレビ東京の社長の新年のご挨拶が年明け行われてる。これ見てみたいですね。すごい親切なテレビ局、テレビ東京ということで。じゃあ、民放以降以外も見ていきたいと思います。TVK、テレビ神奈川ですね。テレビ神奈川の、年明けの、お笑い番組はなしと。11時45分からですね、ゆく年来る年、飛び切りバトルロック、ジュンスカイウォーカーズ、アンジユニコーン。これはバンドとかの音楽番組ですね。なんかテレビ神奈川は自社制作の音楽番組が結構多いイメージがありますね。まあ、サクサクのイメージが強いんですけど、まあね、サクサクとかまだね、この時代は放送してないですけど、やっぱりこのバンドのね、番組ってやっぱりやってるんですね。だってその後も、飛び切りバトルロックって音楽番組ですけどね。続、ね、以前が気になりますけどね。はい。じゃ、千葉テレビの、年明け。ゆく年来る年飛び切りバトルロックは一緒ですね。あ、すぐに出会えた。あの、以前に。飛び切りバトルロックをカウント年明けやって、で、もう早くもね、続を、1時45分からTVK でやってるというですね。
じゃあテレビ埼玉行きましょう。テレビ埼玉はこちら行く年来るという飛び切りバト、あ、一緒ですね。まあね、こう民放以外の番組って結構ね、被った番組やってること多いですから、はい。お笑い番組はやないですね。新春スターのお正月って、この番組も気になりますけどね。野口五郎さんとかの密着なんですかね、ほんと。それもうちょっと時代前か。そして群馬テレビ。群馬テレビも、あ、一緒だ。飛び切りバトルロックね。はい。で、その後サウンドオブミュージック、映画、お笑い番組ないですね。でですね。NHK 衛星第一、有料放送ですね。衛星放送の第一は、あ、やってない音楽番組。衛星第二も、やってないですね。イースターパレードという、あ、すごい、12時1分でも年明けした瞬間に始まってますね。0時1分。カウントダウンという番組も気になりますけどね。この衛星第二の、すぐに映画始まってます。0時1分から。はい。というわけでですね、まずは、1990年1月1日の、年明けすぐの、深夜帯の時間のお笑い番組を探してみました。次回はですね、いよいよ1990年1月1日の終日のお笑い番組探していきたいと思います。次回をまたご覧ください。よろしくお願いします。